皆さんこんにちは。私たち原宿発生の神谷です。橋間芽衣です。よろしくお願いします。出だしからね、はい、ダイナミックな感じでねお届けしておりますけども、今回ですね、なんと私橋間芽衣初のソロ動画でございます。なんでこんな感じになってるかというと、まあ、サムネに書いてあった通り、今日はですね、私の普段のメイクを皆さんにね紹介していきたいなと思います。やばくないこれ？いや今ちょっと事務所にさ一人でいるんだけど、大声で笑っちゃうよね。こんな怖っ。今のこの状態なんですけども、下地だけ塗ってあります。眉毛がないね。いかつい人になってしまうんで、ちょっとやっていきたいと思うんですけどね。なんか前髪をさ止めるピンみたいなのを今日持ってくるの忘れちゃって、なんかそこら辺にあったなんかやつでなんか結んだんですけど、まあもうちょっとしょうがないです。これは気にしないでください。はい、というわけでね、やっていきたいと思います。でね、まずなんですけど、下地がこれですね。ファンデーション、イニスフリーのマイトゥーゴークッション 2.2 ですね。 SPF50PA++ でね、色なんですけど、C13、 あの一番明るいライトベージュっていうのを使ってます。クッションファンデなんだけど、真ん中にね穴あるんですよ。ここにボタンがあって、こう押すといくよ。はい、ほら出てきた。これを取るじゃん。取ってこうポンポンポンってつけて、こう叩きながらねなじませて、はい、塗ってます。はい、これむずいな。こんな感じ。あーいいね。ちょっと初めて撮るからさ、こういうの普段撮るあれじゃないの。私これを塗った後に、じゃじゃん、こちら塗ってます。サナ素肌記念日スキンケアパウダー。これね、すごいめちゃめちゃ有能で、24時間塗ってても大丈夫なやつなんですよ。それなんでかっていうと、まあ、これ結構美容液パウダー、そういうのが入ってて、なんか肌に優しいんですよ、比較的に。だからこれ塗っててなんか結構なんていうの、肌のダメージとかを防いでくれる。あと結構カバー力あるんですよね、これ。美容パウダー的なのって結構あんまりカバー力ないみたいなイメージ結構あるんですけど、これ比較的にカバー力すごくて、もう結構ザッと使っちゃってるんですけど、すごいいいですよこれ。塗ってもわからないんで、まあちょっと今この状態がこの2つをねやった状態ということでお願いします。いやなんかね、ちょっと余談なんですけども、なんか自分のこのメイク動画撮るつもりなかったんですよ今まで。まあ橋間芽衣そういう感じじゃないしなみたいな、誰も求めてないだろうと思ってたんですけど、なんかこの前インスタライブしてたら、メイク動画載せてほしいみたいなっていうのをすごいなんかいただいてて、ずっとミカとキラ載せてたじゃん。まあ2人でいいだろうと思ってたんだけど、なんかそうやっていっぱい言ってくれたので、そこまで言ってくれるならじゃあ載せてみようかなっていうあれで撮ってます。ヘイ、というわけでどんどんいくよ。こっからなんですけど、最初にねちょっと眉毛がですね、見ての通りないので、眉毛から描いていきたいなと思います。眉毛から描く人っているんかな、てか基準が分かんない、どっからやっていくのか。まあでも橋間芽衣いつも眉毛から描いてるんで、眉毛からやっていきたいと思います。これどうやってやってんだろう、みんなこれ見ながらこうやってやってんの。難しいからちょっと鏡見ちゃいますね。使ってるやつなんですけど、グダグダ、チフレのアイライナーペンシル S っていうやつですね。自分は鉛筆1本のみで眉毛描いてます。で、描き方はめちゃめちゃあのメイク上手いわけではないので、あんま参考にならないのかもしれないんですけど、この眉頭からシュッシュッと形を整えていきます。ちょっと緊張すんな、これ。こうやって自分のね理想の眉の形にこうやってちょっとある程度やってから、中の方をねこうやって埋めて描いていきます。あ、こんな感じですね。片方だけ描くとなんか気持ち悪いな。もうこんな感じで描いてます。どうでしょう、あんま上手くはないんですけどね、まあ、どうせ前髪で隠れてしまうからっていうのはちょっとあるんですけど、こうやって反対側も描いていきたいと思います。なんか眉マスカラみたいなのがあった方がいいなと思ってて、今いい眉マスカラないかなって探してる最中です。これプラス眉マスカラでなんかふわふわってさせたら結構いい眉毛になるんじゃないかなと思います。なんでずっとこれでやってんだろうと思うけど、はい、こんな感じで眉毛は完成です。絶対に他の女性はこんな風にしないと思うんですけど、なんかうちは超えてます。やっぱ眉毛あるとなんかいいね。で、次なんですけど、じゃあアイメイクしていこうかな。はい、アイメイクがねめちゃめちゃね本当に雑なんですよ。じゃあやっていくよ。まず最初に塗ってるのがこちら、ダダン、こちらです。エテュセの、チップオンアイカイラーの04番
ブラウン系ですね、これ。これめっちゃね、有能なんですよ。パウダーになってんの、これが。この二重幅のとこに塗っていくの。こうやって、シュッシュッシュッって。目尻の方まで塗ります。そしたら、指でなじませんの。シャーッつって。本当に自分不器用なのでメイクとかも全然無知なんですけど、自分なりに考えたアイシャドウの仕方なので、私みたいによくわかんねえやメイクって人はおすすめですね。これ本当簡単なんで、反対側も塗っていきます。こうやってね、なじませます。ぼかして、うん、こんな感じ塗れました、両方。そしたらですね、この塗った上にさらにじゃじゃん、こちらミシャのグリッタープリズムシャドウ GBE01 番で、ちょっと腰痛、おばあちゃんお姉ちゃんが買ってくれた誕生日に9月末にもらった、5月生まれなんですけど、姉がね遅めの誕生日プレゼントをくれました。はい、ということでこれ塗っていきます。これね、中身めっちゃ可愛いんだよね。これ見て、すーげーキラキラしてんの、なんかあら粒で、なんか虹色みたいなね、光り輝きをしててね、とてもいいです。手にこうやってつけます。でつけたらまぶたにまた二重幅に塗っていきます。はい、二重幅っつっても、まあ、ちょっと二重幅の境界線のこの上の方もちょっと塗っちゃっていいかなと思ってます。丁寧にねやっていこう今日は。ほらこんな感じ、いいね。反対側も塗っていきます。ぬりぬりと。アイシャドウとかってみんなやっぱチップ使うじゃない、全然使わないっすよね。こうやって塗っていきましたと。どうでしょう、結構キラキラしてるかなって。ラメ好きなんで自分やっぱキラキラさせたいですね。うん、続いてやっていきたいと思います。次はですね、じゃじゃん、サナエクセルのリアルクローズシャドウ CS01 番です。なんか色の名前がテラコッタプーディープーディープーディーわかんない、テラコッタフンフンリー、はい、アイシャドウセットなんですけど、自分なぜかこれのここの色しか使ってないです。どこに塗るかっていうと、涙袋に塗っていきます。ここにシュンシュンって涙袋をね、入れた方が可愛らしさ出るんで、こうやって、わかりますか、こっち塗ってこっち塗ってないみたいな、はい、全然違いますね。もう片方塗ります。ひょいひょいっと、大丈夫かな、これ参考になってっかな、面白いメイクの仕方するねって思われそう。塗れました両方、良きかなと思います。こうアイシャドウ系は完成です。次アイライン引いていきたいと思います。みんな大好きアイライン、アイラインがですね、こちらでん、レアナニプレミアムリキッドアイライナー S ナチュラルブラウンを使ってます。アイラインね、しょっちゅう変わるんだよね、何がいいかなと思って、今はこれ使ってる。やっぱでもブラウン系アイライン私は好きですね、やっぱ濃くなっちゃうからさ、自然にこうアイライン引ける方がいいし、なんだろう、目頭めっちゃ塗るっていうよりも中途半端のとこから塗ってます、いつも。ここら辺スタートでこうやって、アイラインの引き方とかも多分正しくないと思うんですけど、ふう、ここまで来るの大変よ。はい、こんな感じです。じゃあ反対側もやっていきます。でもなんか思ったのが、なんか最近時代が進んでさ、ほんといろんなメイク商品出るようになったよね。簡単に眉毛作れるやつとか素晴らしいね。いけました両方。で次なんですけど、次はマスカラを塗っていきます。マスカラ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 、ビューラーで、マキアージュのビューラー使ってます。ビューラーの上げ方なんですけど、自分正しいか分からなくて、全部言ってんの全部正しくないのかもしれない、全部正しくないかもしれないけど、橋まめい流のビューラーの上げ方してるんで、ぜひということで上げていきます。まず挟みます。挟んだら1回グッと、1回じゃない2回ぐらいグッてやったら、次離して先の方をこうやってグッグッグッってやります。そしたら見て、めっちゃ上がった、わかります、次上がったっしょ。そんな感じで逆もやってきます。
こんな感じで、うん、いい感じよ。はい、というわけで両方あげ終わりました。そしたら次はですね、マスカラを塗っていきたいと思います。で、マスカラね、今日どっち塗ろうかな、日によって変えてて2個使ってるの。1つがこっち、ブラウンのキャンメイクのクイッククラッシュカーラーっていうのを使ってます。これはライブがあるときはこっちです。比較的なぜかというと、こっちは汗と雨とかその水分系に強いんですよ。全く落ちないので、うちずっとライブしてて汗とかで結構マスカラが落ちちゃう現象結構多かったんですけど、これにするようにしてから全く落ちなくて、ライブ中ね、ごファンの人にマスカラ落ちてるとみたいなね、思われなくなったんで、はい、ぜひこれはねライブ用に、皆さん運動される方とかもこっちおすすめです。夏場とかね、もう夏じゃないけど。で、こっちね、こっちはライブとかない時に使ってます。普通の日、撮影だけとかそういう日に使ってます。インテグレート松井区ガールラッシュ、ガールズラッシュだ、ガールズラッシュ、フェミニンボリューム BK9999 だ。こっちね、すごい伸びるし、ボリュームも束にならないからパサってなるの。これにしよっかな。じゃあ今日はライブじゃないんで、はい、こっち塗っていきます。これはもう普通に塗ります。今日ね、雨降ってるんですよ。外ポッポッポッつって、雨の日はね、本当に外から出たくなくなる。でも今日は頑張って外出た。本当にこれ綺麗に広がってくれんだよね。で、まつげも結構長くなるんで、なんかロングタイプとボリュームタイプがあるんですよ、インテグレート。この種類ロングタイプね、ちょっと束になるんですけど、めちゃくちゃ伸びるのね。使ってたことがあって1回、めっちゃビャンビャンに伸びる。でもなんか束になっちゃうの嫌だなって思った時に、ボリュームの方がまつげが多く見えるのと、ロングタイプよりはまあ伸びないんですけど、まあ、伸びてくれるんでおすすめです。で、こっちね、お湯で簡単にめっちゃスルンと落ちるから、メイク落としとかめっちゃ楽です。はい、じゃあ片方こっち塗りました。あ、そうだ、自分下まつげも塗るんだった。下まつげね、塗ってるの毎回ここで塗ってるんだ。こうやってひょーつって、アイドルをさ、16歳の時に始めたんだけどさ、神宿をね、その時とかもう無知すぎて、メイク何がいいのか分かんないし、合わなくてとにかくよれてた日々だった。今も何が合うのか探してる途中だけど、まあ前よりはちょっと上手くなってんのかなって思う。あ、ちょ、ごめん、鏡込んでた。こんな感じですね。はい、下まつげも塗りました。じゃあ次、すごい今日鮮明に顔が映るね。やっぱりライトビャンビャンだし、ちょっと暗いからかな、口に集まるんだろうね。反対側も塗っていきます。たまにほんとさ、今日口はさ、撮影さしてるから閉じてるけど、撮影ない時とか開いちゃうからね、まつげ塗ってる時。めっちゃアホみたいな顔してる。メイク動画ってなんか女の子がさ見るイメージすごい強かったんで、自分の中で。なんだけど最近は男性の方も、神宿好きな方だね、見てくれてて、見てくれててってやったことないんですけど、なんかそのミカとかキラのメイク動画なんか見てるっぽくて、男の人でもちゃんと見てくれるんだなと思った。女性がさ、どうやってメイクしてんのとか気になるのかもしれんね。ああ、こうやって端まめは成り立ってんだみたいな。本当にバシバシまつげがいい感じできました。こんな感じです。はい、もう終わりますよ、もうちょっとで。次なんですけども、チークだ。チークがメルベイユーズラデュレプレストチークカラー N17 です。ラデュレです。これはもう長年ずっと使ってます。2017年ぐらいから使ってる。色合いがこんな感じですね。何色って言うんだろうね、まあ、ピンク系なんですけども、ちょっと強めのピンクでも塗るといい感じなんですよ。で、これね、塗り方ちょっとこことかじゃなくて、ここに塗ってんだよね。こうやって塗っていく。ちょっと目元に近い感じで塗ってますね。そうするとなんか可愛いかなって思ってます。こっちも塗っていくよ。こんな感じで、こういうさ姿を晒したことがないからさ、恥ずかしいよね。だいぶみんなちょっといつもの私と違いすぎてびっくりしてないから心配。でもう仕上げですね。仕上げはお母さんって感じで、はい、こちら今日はこれ塗ろうかな。じゃあ
洋服が大人っぽいので赤系のやつ使えます。オペラの R リップティント06番ピンクレッドです。これを仕上げに塗ります。オペラはもう有名だよ、みんな使ってるっしょ。こうやって塗り塗りつって、なんかいつもはーって適当に塗るんですけど、なんだか動画なのでちょっと気使って塗ってる。うん、いい感じね。こうやって塗っていけばなじませます。はい、こんな感じです。いいじゃんいいじゃん、できました。これで完成です。どうでしょうか、ちょっと大人っぽい感じに今日は仕上がってますね。いや、いつもと一緒なんですけど、唇のね色でだいたい顔のなんかイメージ変わるんで、まあ、こんな感じかなって感じです。ちょんまげ、あー、いたたたた、あれなんですよ、ゴムなくてさ、これ輪ゴムなんだよね、だからめちゃめちゃ痛い。セッティングしたいですね、前髪を軽くしてきます。よーし、オッケーでーす。はい、オッケーオッケーオッケー。ちょっと結んでたんで変な感じになっちゃってるんですけど、まあこんな感じでいいかなって感じですね。完璧です。私がいつもしているメイクのやり方です。皆さんどうだったでしょうか。すげえ塗り方してるなとか、すげえ描き方してるなみたいな多分あると思うんですけど、まあこうやってやってますよ私って感じです。これで5年間メイクをやってきてるんで、アイドルとしてね、ぜひ皆さん参考になったところはぜひ真似してみてください。皆さんぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上、私たち原宿初生の神宿でした。バイバーイ。バイバーイ。